どうもバーンです、今日もね、砂利集めやっていきます、石組みのうちがこの辺までね砂利が上がりましたんで今日この辺りからね、再開したいと思います、浜の方の状況ですけどねこんな感じですね。でこの辺り、まだもうちょっとね沖合から石がね押し寄せてくる可能性があるんで今日はですねちょっとあえてちょっとこの辺からやっていこうというふうに思いますね。あと、瓦礫もね、打ち寄せられてきてるんでそれの方もね、きっちり回収して、ゴミ拾いということですね、作業していきたいと思います。それでは作業開始。はい、どうもです。ちょっと解説いたします。砂利の運搬ですけども、階段の手前5メートル付近まででできましたね。で砂利の方ですけども階段の中央のところへんまで、ここまでできましたね。どんどん 北の方へね、回収の、範囲を広げていって、でさらにこちらの方もね、砂利で、どんどん、運んでいければなというふうに思います。で、今日のゴミですけれども、普通のゴミはね今タガが知れてましたけれども、陶器ガラスそれからコンクリガラですね、今日は100個ぐらいあったんちゃうかな。ちょっとね中物大物とまで言いませんけども中物もね、
見つかりましたですね、これはもうちょっと、瓦礫としてね分類してで、ちゃんとね、役所に持って帰ってもらった方が、いいんで、いつものように手続きを進めようというふうに思います。ね、細かいねガラスとかもねよう見たら落ちてるんですよこういうふうにね。というわけで、あともうちょっとでね、砂利の回収北側までねできるかなというふうに思いますけれども、それが終わったらまた、あの桟橋、桟橋では橋板までのねところの、砂利もね回収していきます。で今日の、回収スタートポイントはこの辺りだったんですけども、10日ほど前にやった、回収したエリアにもう早速砂利が来てますんで、これもね回収していければなというふうに思いますね。で相変わらずどこからともなく、陶器の破片、コンクリ柄ですね。これコンクリ柄ちゃうかな、コンクリ柄、こういうの何ぼ拾ってもどっから湧き出すの、ほんまね湧き出しとしか言いようがないそんな感じですね。はい、本日以上となります。ではでは。